いつの間にか単独トップ、そしていつの間にか後輩がチャンピオンで、明日の相手も今のところ勝敗が分かれそうじゃん。勝敗予想が、棚橋なめんなよ。棚橋と久しぶりの再会だな。誰かが言った、4強とか誰かが言った、ユニットのリーダーが誰かとかな、そんな規制概念はこの俺がぶっ壊す。そして5月の福岡で再び光を放った棚橋を、この俺がその福岡の地でダークネスに染め上げてやる。俺は俺自身イーヴィルの力を誰よりも信じてる。この俺が時代を作らないと何も変わらない、もう決めたことだ。だからこそ G1 クライマックスを制するのはこの俺だ、よく覚えとけ。 This is evil. Everything is evil. 全てはイーヴィルだ。